はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、ファン作りをするならポッドキャストが一番という話をしていきます。情報発信の媒体はいろいろありますけども、ブログ、 SNS、 YouTube、 そしてポッドキャストですね、たくさんあると思うんですけども、ファンを作るという意味において、どの媒体がいいのかっていうことを、ちょっと考えてみたいんですけども、やっぱりですね、僕たちのようなビジネスをしている人たちっていうのは、こうファンを作るっていうね、意識を持つ必要があります。やはりですね、その、大規模にこうビジネスを展開しているわけではないので、同じお客さんに繰り返しですね、自分の商品とかサービスを買ってもらう必要があるわけですね。そうしないと常に新規集客を繰り返すことになってしまって、やがて自利品になってしまうと。逆にこうファンができればですね、そこですごく、強固な信頼関係を築くことができるので、ずっとリピートして、ね、利用してくれたりとか、その人が次の、ね、お客さんを口コミとか紹介とかで連れてきてくれたりとか、すごく好循環が起こるわけですよ。なので、ファンを、ね、作っていく必要があるということですけども、ファン作りをする上においてどの媒体がいいのかっていうことなんですけど、もちろんそのユーザーにもね、趣味嗜好っていうものがあるので、文章が好きな人もいれば動画が好きな人もいるし、音声がいいっていう人もね、いると思うんで、それは人それぞれ違うんですけども、もっとこう何て言うんですかね、客観的に見てどの媒体がいいのかっていう話なんですけど、僕はですね、このポッドキャストってかなりファン作りには効果的な媒体だと考えてるんですよ。で、その理由についてね、ちょっと説明していきたいと思うんですけど、まず一つ目はですね、メラビアンの法則っていうのがあるんですけど、これは聞いたことある人もいると思うんですけど、非言語情報の方が言語情報よりも相手に与える影響が大きいということですね。簡単に言うと、文章よりも音声とか動画の方が相手に与えるインパクトが大きいということなんですよ。だからブログだけで情報発信をするよりも、音声で情報発信をした方が、例えば親近感を持ってもらったりするじゃないですか。動画だったらさらにね、インパクトは大きいと思うんですけど、毎日同じ人の動画を見てたら、やっぱりその人のことをね、親近感を感じたりとか好きになったりとかすると思うんですよ。でも文章だけ見ててもやっぱりそういう状態になるって結構難しいと思うんですよね。だからできる限りそういう何て言うんですか、声だったりとか表情だったりとか、そういうものを出していくっていうのが、すごくこうファン作りの上において重要になってくるわけです。なのでメラビアンの法則で考えると、 SNS とブログってのはちょっと、文章が主体になるんで、結構不利。もちろん写真とかを出すことがあるから、その画像っていう面ではね、多少のアピールはできるかと思うんですけど、やっぱりその、静止画ですし、そこまでね、こう何て言うんですかね、効果的であるとは言えないかなと、僕は考えてます。で、 YouTube もすごくいいんですけど、 YouTube がね、言ったら動画なんで、その表情とかそういうものも見せれるし、同時に音声もね、出せるんでいいんですけど、 YouTube はちょっと仕組み上ですね、その結構問題があるという、ポッドキャストに比べてファン作りが難しいですよね、仕組み上は。どういうことかっていうと、YouTube ってこう動画を再生した時に、下にこう関連動画とかおすすめ動画が表示されるじゃないですか。で、それがその同じ人物の過去動画とかそういうものが出るんであればいいんですけど、他人のですね、動画とかがそこに表示されるじゃないですか。だからこうふっとね、こう他の人の動画に逃げちゃったりするわけですよ。なんか、この動画面白そうだなと思ったら、そっちに逃げちゃうわけですよね。で、あっちこっち行ったり来たりするわけですよ、ユーザーは。よっぽどね、その人のことが好きであれば、同じ人の動画を何個も何個も見るんでしょうけど、やっぱりこう、なんていうんですかね、次から次へといろんな動画を見ている人が多いと思うので、そうすると、1本2本ね、動画を見てもはい、じゃあ次の人みたいな感じでなってしまうわけですよ。で、やっぱりですね、こう相手に与えるインパクトを大きくするためには繰り返すってことが必要なんですけど、 YouTube ってこの繰り返すっていう作業、プロセスを行うのが非常に困難なんですよね。さっきも言ったみたいな感じで、
他の人の動画に浮気されてしまいやすいというね、そういう仕組みができているわけですね。なので、繰り返し相手にですね、こう見てもらうっていうのはなかなか難しいと。でもポッドキャストっていうのは基本的にその誰かのチャンネルを開いて音声を聞くと、もうずっとその人の音声しか表示されないし、連続再生になるじゃないですか、大抵のポッドキャストってね。だから1本聞いたら自動的にこの2本目がまた勝手に再生されてみたいな感じで繰り返されるわけですよ。そうするともう逃げ場がないわけですよね。で、大体こうみんなながら聞きをしてるから、わざわざこうスマホを開いてね、別の人のこう話を聞こうとかっていうのは、まあ飽きてきたらねするんでしょうけど、基本的にはもう無意識のうちにずっと聞いてるだけなんで、あんまりこう頻繁にね、あのあっちのチャンネル行ってこっちのチャンネル行ってってことを繰り返すわけじゃないんですよ。だから基本的にずっと同じ人の話を繰り返し聞いてるみたいなね、違うエピソードですけど、こうっていう風になるんで、こう逃げ場がないというかね、言葉悪いですけど逃げ場がないというか、他のチャンネルに浮気されづらい仕組みができてるんですよ。で、まあ普通に考えればわかると思うんですけど、同じ人のですね音声をずっと聞いてたら、やっぱりねその人に対してこう何かしらの親近感というか、そういうものを感じ始めると思うんですよね。で、まあポッドキャストっていうのはそれぞれやっぱアプリを通して聞くわけですけど、やっぱこうスマホの普及が非常に大きいですよね。スマホにこうアプリをインストールしてワンタッチでその聞くことができる。もちろん YouTube もねアプリがあって開くことはできるんですけど、いちいち自分のね登録チャンネルを開いたりとかしないといけないし、連続再生もね、できなかったりとかするわけだし、こうなんていうんですかね、習慣として定着しづらい。ポッドキャストであれば、例えば通勤時間で聞いてる人とか結構いると思うんですけど、もう朝ね、例えば電車乗るときとか車を運転するときに、まあ音声だけ流して聞くみたいな。で、一度習慣として定着すると、人間っていうのはね、習慣が一度できるとそれを変えるのがすごく難しくなるんですよ。ホメオスタシスっていう、こう現状維持機能が働くので、習慣として定着したものを変えようとすると、その現状に戻されてしまうわけですよね。だからポッドキャストを毎日聞くっていう習慣を持ってる人は、それを変えることが難しくなるんです。で、同じ人の音声を繰り返し聞いてると、もうそれがその人の習慣の一部になるわけですね。だからもう例えば毎朝月曜日は丸々さんのポッドキャストを聞くとかってね、いうのがもう生活の一部になるわけです。だから非常にこうファン化がしやすいとかね、特にこう毎日エピソード上げている場合は、もう毎日朝まるまるさんのポッドキャストを聞くとかっていうのが習慣になるわけですね。だからこう繰り返し自分のことをこう見てもらえるというか、聞いてもらえるので、よりこうファン化しやすいということですね。僕もこうポッドキャストのアナリティクスとかを見てるんですけど、まああんまり細かくね見れないんで具体的にはわからないんですけど、やっぱりそのどこどこの国の人が聞いてるとかっていうのはやっぱ出るじゃないですか。そうするとやっぱりね、あの一人でこう100エピソードとか聞いてくれてる人とか結構いるんですよ。だからあのやっぱりね、一度こう習慣化すると、あのもう繰り返し聞いてくれるんですよね。で、自分がこう頻繁にというか、もう定期的に音声を上げ続けていれば、もうそれをね、聞くっていうことがその人の習慣になってくれるんで、もうこれはもう、まあ、ファンとは言わないですけど、まあ、かなりね近しい関係になってくれているっていうふうに考えてもいいんじゃないかなと思うんですよね。なのでポッドキャストって本当にね、スマホでワンタッチでアプリで開いてすぐに音声が聞けると。で、そういう隙間時間とかに聞くことが多いんで、習慣の一部として定着しやすいんですね。そして、他のチャンネルに浮気されづらい。もう一旦自分のチャンネルに入ると、例えば YouTube みたいに他の人のね音声とかおすすめとかで表示されることはなくなるんで、もうずっと聞いてくれるみたいな状態ができるわけです。なので、まあ、非常にこう、まあ、メラビアの法則もあって、ポッドキャストっていうのは、まあ、数ある媒体の中でもかなりファン化には効果的じゃないかなと思うんです。なので、まあ、これからですね、こうインターネットでファン作りをしていきたいとかっていう人は、ポッドキャストね、ぜひ始めてみるのがいいと思います。あのまだまだこう発信者側の立場としてポッドキャストを配信している人っていうのは少ないので、今であればまだこう全然無名の人とかね、そういう人でも十分にねポッドキャストっていうところでポジションを取ることができるので、ぜひですねこのポッドキャスト
情報発信ですねしてみてほしいと思います。特にリスクもないですしね、お金がかかるわけでもないから、まあプラスはあってもマイナスはないかなと思いますんで、ぜひですねやってみてほしいと思います。今日は以上です。